アンダーマー UA インフィニットエリート、うんうんうん、早いな。バウンドと安定感が来るライド感が非常にマラソンの完走したい人向けにはもう神シューズかもしれないですね。こんにちは、スポーツ MC の岡田です。今回もシューズアドバイザー藤原さんとともにシューズをレビューしていきたいと思います。こちらです。こちらです。アンダーマー UA インフィニットエリート、うんうんうん、早いな。ご紹介をしていきたいと思います、はい、今回こちらのシューズ紹介していきますけどあの藤原さんだいぶ履き込んでるということで、その熱量、ね、いや新しいこのカラーはもっと綺麗な黄色ですから、うん、すいません、じゃあ、はい、履き込んでますというね、注釈付きですが、はい、これまず UA インフィニットシリーズになったんですよね、はい、うん、なりました。今まであったマキナとかインフィニットとかいろんなスタイルとソニックとかあったんですけど、はい、まあ、統合してインフィニットベロシティ、はい、あのまあ要はニューバランスでいうとフレッシュホームとフィエルセルみたいな分かりやすさを出したんですけど、なるほど、うん、でベロシティとインフィニット、まあ、インフィニットシリーズになって、そうです、エリートとプロっていう2モデルが展開されて、インフィニットシリーズはあのデイリートレーナーですね、うんうんうん、ただ本当最初にネガティブなこと1個言っておくと、はい、エリートとプロって名前が良くなかったですねデイリートレーナーなのに、だから確かにね、ハードル全然低い、デイリートレーナーなんで、デイリートレーナーだから、はい、インフィニットシリーズがデイリートレーナーだよってこと で誰でも履けるんだけど、エリートとプロだったと。そうなんですよ、プロちょっと今日持ってこなかったです。プロがまあ要はデイリートレーナーのベースモデルの、エリートがまあ LSD とかロングランで使えるような設定になってるって感じですね、まあ、さらにクッショニングがあるっていうものになってる。そうですね。でこれね、あんまりレビューされてないと思うんですけど、うんうんうん、なんでこれをおすすめしたいかというと、履きやすいからなんですね。もう、もうね、大好きです。嘘つけない履き込み具合なんですよね、はい、何がいいかというと、はい、もうこのトレンド、まあ言ったらオリジナル性がどこまであるかというと、やっぱりトレンドをしっかり置いてるんで、いいところ全部パーツを持ってるので、まずこのニットアッパーですよね、ニットアッパー、インテリアルニットって書いてあるんですけど、ニットアッパーになってまして、結構しっかりしてますよ、このニットアッパー。足入れめちゃくちゃもう全然いいし、もう中ガセットパンでしょ、うん、何にも省略してるものがないんですよ、ニットで。ここの編み込み、甲回りはきつくてシューレースがしっかり締まるし、うん、あの前足部はニットでルーミーなアッパーになってるんですよね、履き心地がいい、つま先が自由な感じ、かかとのホールドも、かかとも抜けない、ここもね、うん、プラスチックのパーツが、うん、でもあのこうヒールカーブみたいなのもちゃんとあるし、ここ、ね、全部もう取り入れてる感じ、本当。はあ、うん。あのもう文句全然ないです。なるほど。唯一、まあ、全部盛りました。うん、細い足型が細い人はどうかなと思いますけど、まあ足入れはもう全然問題なしで、ミッドソールなんですけど、TPU っていわゆるもうブーストフォームみたいにバウンドが高いフォームをスーパークリティカルにしてるんで、うん、ふわっと膨らまして。そう、今までその要は質量が上がっちゃうプラスチックの素材って空間がないんで。はい、重くなりやすかったんですけど、うん、ほうほう、それをスーパークリティカルにすることでこんなプラットフォーム広くできる、すごいね、幅も広いし、もうね、分厚い、そう、すんごい、もう全体的に安定感がマックスです。ヒールストライカーでもどこについても安定感がもう半端ないです , 笑っちゃってますもんねこれでも今回のが UA ホバープラスクッショニングということ で新製法、まあそれね、スーパークリティカルでブワーって話もしましたけど、ホバーもね、これがほらマキナでしょ、ああそっかそっか、2なんですけど、樹脂ペレートが入ってたんですよ以前ね、ああそうでした、はい、でちょっと硬くて、そのマキナの3からなくなって、でこれも完全にもう別のシューズになった感じですね。そっか、あの元々のその UA ホバークッションっていうものと比べていくと 20% ほど軽量化されてるっていう、もう全然もう別物って感じですね。なるほど、ね、柔らかさと、まあ素材も明らかにこの発泡スチロールっぽい感じの素材は、うん、もう見た目もねそんな感じですよね。もうこれっすね、あら出てきちゃった、もう僕の大好きなトライアンフ21と、まあ発泡しか、まあ、確かにもう見た目ミッドソールの雰囲気が一緒、そうですね、うん、あのビーズ発泡をしてるんだと思う、最後スーパークリティカルにするようなやり方してると思うんですけど、これ結構柔らかくてバウンスするますよね、これ柔らかい、うん、でねもう一つ好きなこのグリセリンをあのスーパークリティカル作ってるんですけど、まあ人によりますけどちょっとこうパーマーな感じ、固めクッションもあって、こっちがもう柔らかい感じです。僕も僕の好きな2つシューズ、はい、まあ、スーポンってやったらこれですよ、足してガッチャンコしたの、ガッチャンコしたこれ、へえ、本当そう思います。だから走っていてこう着地した瞬間はすごいトライアンフだなって感じるんですけど、ガーンとこう安定する感じはグリセリンもう混ざってます。このね、あの履き心地が分かる人は本当に少ないと思うけど、でも、でもとは言ってもそのすごいいいところ、うん、この一足でなんて言うんだろう、だから跳ねる感覚とか安定感が感じられるんですよ。だからその8ミリドロップっていうのはもうアンダーマーでは上等のドロップなんですけど、やっぱりそのバウンドと安定感が来るライド感が
非常にこれなんでこんな汚くなってるかっていうと、まあ、大阪マラソンに向けて LSD でも散々履いたんで。あ、そうなんですね。ついこれ足入れちゃうんですよ。これでもすごい黒にすればよかったいいですね。それだからついつい履いちゃうからこそね、はい、重さがわからないんですけど、うん、やっぱこれだけボリュームがあるから結構しっかり感は、まあ、そうですね、まあ、あの重たいか軽いかって言われたらまあちょっと重ためですけど、でもね、うん、スーパークリティカルになってこんな素材だったら昔だったら 400g 近いんですよ、うん、あ確かに持ってあずしあこれウォーキングだねっていう、うん、感じになるのが 300g 前後ぐらいにはいってると思うので、これすごいよ、うん、このボリューム。やっぱりこう技術の進化、素材の製法の進化ですよね、と、はい、あのアンダーマーがしっかりこうトレンドを全て取り入れて、真似ではないなと思うんですよね。オリジナルブレンドになってる感じ、コーヒーと一緒ですね。おう、うん、ああ美味しいやつの、ここのコーヒーはなんか美味しいなみたいな、ブレンド感が半端ない。へえ、うん、いいところを全部取ってきた。そうです。でこういうところもほらヒールクリップともちゃんと入れてるんですよ、重量に関係ない。これないと、あの穴がってやっぱりね、ウェアのメーカーなんでカップはあんまり硬くしないんですよ、はい、昔からヒールカップがあんまり硬くないんですけど、このエクスターナルって外付けのカップがねついてるとソールとの一体性が出るので、確かにすごく安定します。これどうですか、デイリートレーナーとして、まあロングジョグ、そうロング LSE とかねやるのにいいですけど、ちょっとスピード出した時も気持ちよかったです。おお、なるほど、はい、まあまあ本当思いっきり速く走るっていうジョグよりは気持ちよく走るジョグならモノレンジでもいけます。おお、すごくねペースが上がっていくみたいな、うん、なんかちょっと LSD 用かなと思ってたんですけど、 ある日ジョグで履いてたんですよ、モーニングなんで、うん、ちょっとやっぱり強く力を加えたらやっぱりそれなりにポーンって気持ちよく返ってきたんで、そういう素材なわけですね、うん、これどうですか、他のブランドとかでもね、いわゆるデイリートレーナーってありますけど、うん、例えば他のクリフトンとか、うん、アシックスのニンバスとか、はい、その辺と使い方としては同じ感じですか。同じですね、同じですね、うん、だからニンバスだったらキュムラスっていうこうあのベースシューズがあって、うん、やっぱりこちらあのニンバスが LSD 用みたいな、うんうんに感じじゃないですか。こちらもだからプロがジョグ用で、はい、エリートが、まあまあ、LSD とかロングランまで、うん、カバーしてくれる、はい、カバーしてくれる。これはあの例えばアシックスのカヤノとか、うん、スタビリティトレーナーもあるわけじゃないですか、はい、その足首を安定させればいいわけなんで、どっちかサイド例えば買いないとこう内側に倒れるのを抑えるためには、まあ、こちら側を硬くするパーツを硬くするってアイデアもあるんですけど、うん、プラットフォームを広げるっていうのも足を安定させる解決策なんですよ。確かに、はい、だからこれ割とこう買いない気味、ね、ちょっとこう足首が安定しない、だから初心者の人とかね、スポーツ自信ないって人も走り始め、はい、要はスタビリティトレーナーみたいに使えるプラットフォームの広さです。そういうことか、まあ、そのプラットフォームの広さで安定感をしっかり出してる。出してる。じゃあ本当に1足目もそうですし、です全然、まあ、マラソンデビューでもいいと思うし、マラソンを完走したい人向けにはもう紙シューズかもしれないですね。やっぱりこうそういう方のスーパーシューズアルファフライなんじゃないですか。なるほどね、うん、始めたばかり完走したい、まあ、サブ5とか、そう紙シューズとか、うん、まあその感想ね、そこはやっぱりベロシティエリートでは難しいと思うんですよ、正直。だからこのアンダーマーのあのラインナップでもかなりそのベロシティエリートとともにキーになるシューズでしょうね、うん、多くの方に。だってジョグでも使えるし、そうですね、はい、あのベロシティエリートをあのレースで使ってる人はジョグに使うし、確かにこれでマラソン完走したいっていう人もいるし、あの初めてのシューズとしても使える。これじゃあその組み合わせでね、ランニングスピードとこっちの日々のトレーニングとやっていくっていうのもかなりおすすめですね。あとお値段がしっかりしてる、18,700円なんですよ。あ、これで？これは、うん、これはあのまあもちろん安くはないんですよ。そうですね、安くはないんですけど、まあまあ、非常にいい価格帯です。要はマックスクッションのスタイルだと、まあ、例えばアシックスニンバスが19,800円ですし、2万円超えてくるマックスクッション系のデイリートレーナーありますよね。2万円になっちゃってるじゃないですか。グリセンもトライアンフもまあ同じぐらいの価格帯、トライアンフはギリギリ2万円か、なんで価格帯としてはねすごい手頃ですし、こんなこと言ったら怒れちゃうんですけど、はい、アンダーマーのサイトよくセールやってくれるじゃないですか買い時がある。買い時にはあのかなりお手にしやすい週だと思います。絶対一足持ってないだな。人気が出て安くなんないかもしれないですよ。あ、逆にね。先生。あ、先生。先生。先生。あのなんでこのネットでも伝わると思うんですけど、まあ一足は持っててほしいなと思います。おー、でも本当藤原さんの口から紙シューズだという言葉が出ましたからね。特にね、僕もそうなんですけど、すごい O 脚傾向で外強くついちゃうんで、うんうんうん、こういうプラットフォームの広いシューズって、まあ、いわばちょっとこうモロハの刃とかもう
やぼったいなと思う人もいると思うんですけど、自分の足がやぼったいって感じてるのはもしかするとその自分がしたいことに対してこう少しコンディションを整えてくれてるっていうか、あのそれが必要なのかもしれないですよ。そういうことか。だから早く結構早く走れる人、アルファとかもベイパーとか使ってる人とかも、もしかするとあのこういうシューズでジョグ、いやなんか少し僕には重たいし使いにくいなっていうのがもしかしたら故障とかそういう原因になってるかもしれない。怪我とかを防ぐ、一つになるかもしれない。なるほど、はい、ということは履く人を選ばない。あ、選ばないですねあ、いいと思います。今年、まあ、ニンバスもいいし、うん、ライフもいいんですけど、なかなかこうバランスがいいトレーナーで、一番かもしれない。あら、うん、価格もいいしいいですね。というところで藤原さん、ベタ褒めの、ベタ褒め UA インフィニットエリート、はい、概要欄にシューズのリンク貼っておきますので、はい、ぜひチェックをお願い、お願いいたします、はい。こんなシーンで履いたよとか良かったよとかね、あれば皆さんぜひ感想もコメントにお待ちしております、はい。ということで藤原さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。